帰りの電車でも楽しもうということで、柏飯系をめちゃめちゃ買ってきました。あ、ほんちゃんこれ全部食べようと思って、まあ、軽めにこちらの鶏飯からいきたいと思います。さっき言っとくけど、うどん食ってラーメン食ってるから、そうそう、しかもセットやで。まあ、うまいわ。ということで、どんどん食べていきます。じゃあこれをね、ケロリです。2つ目です、はい、シャモらしいですね、シャモ。で、温め、うわ、すごいね。おい、温めることによって明太に火通って持ってるやんけ。どうだ、うまい。味一緒やね。ああ、言ったよな。すごいな、味が一緒やね。下向きながらこう、なんていうから乗り物用意してきた。3個目食べます。はい、こちらです。ただね、全然量的な問題ないので、うどん食べて、ラーメン食べて、このかつやの汁って甘くて、なんか量的な問題ないけど、この甘く炊いたお豆さんが、これ俺嫌いなんですよ。それはちょっとダメですね。食べてみてください。甘くないと思います。あー、甘くないと思いますね。いや、さっきと味一緒。ずっと味一緒だから。見る。ということで、一番ボリュームがありました。ちょっと満足です。出ます。